シュタラスケールは現在カテゴリー4深刻です。ずいぶん悠長な報告体制だね。申し訳ありません。隊長、これは決まっているじゃないかね。よし、着いたぞ。では私の仕事はここまでだ。くれぐれも、はい、すぐにはたかないでくださいよ、シロさん。しっかりしなさいよ。このカラクラ町が新しい任務地なんだから、いつまでも。いや、そういうんじゃなくて、いいのかなって。そもそも。タネ、何ふぬけたこと言ってんの。その、つまりあんたの能力。うるさい。私は北側行くから、あんたは南から回って。え、一緒に。怖いです。いい顔で言うな、情けない。もう知らん。一人で回って少年叩き直してきなさい。はっきり言ったのにひどいよ、シノさん。結局一人で見回りに。僕がシノさんを助けなきゃ。僕死ぬ。嫌だ。それ昨夜じゃなくて。うまいぞ。え、でも。ユーノ、すげえ。シノさん、よかった。怪我な。情けなーい。そういや、まだ名前聞いてなかったな。そうだな。答えておこう。誰だか知らねえが、とりあえずベッドから降りろ。失礼。もう一度言ってもらえるかな。よく。さあな。とりあえず外で追い返してくる。お前どうせ俺に用があるんだろ。石田の見立て通り、お前アランカルなのか。アランカル。本当に誰もいないね。ルコン街の連中でたまるかよ。あの、なんだ、まだ何かあるのか。実は弓地か。ああ、足跡が裸足と草履の二つしかないのが俺らの仕事だろうが。探せ。他にも手がかりがあるかもしれねえ。今のは佐々木部の総隊長、ご報告か。あいつが持っていたのは、だとしとも呼ぶべき執務室にこうもやすやすと侵入できるとは。そうか。嘆く。いつかもソウルソサエティは
5分で聞きてえことが山ほどできた。一緒に来てもらうぜ。くそ、隠さない。